ゲオルク・フリードリヒゲオルク・フリードリヒは、ブランデンブルク・アンス・バッハ編迫お及び、ブランデンブルク・クルム・バッハ編脅迫オポーレ校、プロイセン公領のセッでもあった。ゲオルク・フリードリヒは、アンス・バッハ編脅迫であったゲオルク経験博の、一人息子で、幼くして、父親を亡くした後は、母親の周到な教育を受けて育った。ゲオルク・フリードリヒは、 1556年に、父親のシレジア地方の所領、ボイテン及びオーダーベルクの領主にも封ぜられ、執務を行うようになった。1557年に、いとこのアルブレヒトアルキビアデスが死去し、クルムバッハ家系が断絶した後は、ブランデンブルククルムバッハ編脅迫をも兼ねた。また、重邸で、 プロイセンにおける最後のフランケン系ホーエンツォレルン家の領主アルブレイヒト・フリードリヒの鬱病が進行し衰弱したため最も近い親族であるゲオルク・フリードリヒが1577年後継に役に就いた1578年には当時プロイセンの上位統治者であったポーランド・オーステファン・バートリが彼をプロイセン公に封じている ゲオルクフリードリヒが卓越した管理組織能力や財政面での振興、処理能力を有していたことは明らかである。彼は、故郷フランケンで行政運営を根本的に転換した。その手腕により、クルムバッハ地方は新たな交流を得て、軍事、財政の根本的改革が行われたのである。この地のプロテスタント教会は、その役員組織を彼に委ねていた。 ゲオルク・フリードリヒはプロイセンでも同様の処置を行い、ステファン・バートリの協力を得ながら、領主権を強化し、権利と行政機能の改革を行った。多くのフランケンの役人をプロイセンに送り込み、行政実務、金融政策、行政管理等の面で、フランケンを手本に改革を行っていった。ゲオルク・フリードリヒは、1558年に、 ホーエン・ソレルン家の同族である、ブランデンブルク・キュストリン辺境伯ヨハンの長女、エリーザベトと最初の結婚をしたが、彼女は1578年に、東プロイセンへ向かう途中で亡くなった。1年後に、リューネブルク公、ビルヘルムの娘ゾフィーと結婚したが、どちらの結婚でも子供は生まれなかった。ゲオルク・フリードリヒは、1603年に、男系後継者を残さずに亡くなった。 彼の死によって、フランケン系ーエンソレルン家の古い家系である、アンスバッハイエーゲルンドルフ家は断絶した。後継者はすでに1598年のゲラーや、家内法によって定められており、本家からブランデンブルク選定校、ヨハンゲオルクのイツオクリスティアンが、クルムバッハ、ムツオヨアヒムエルンストがアンスバッハをそれぞれ相続した。ゲオルクフリードリヒの遺体は、 フランケン系方園ソレルン家の墓所があるハイルスブロン修道院に安置された。彼がクルムバッハに創設した教育機関スコラクルムバキアーナは後にマルク・グリフ・ゲオルク・フリードリヒ・ギムナジウムと改名された。ありがとうございます。